はい、おはようございます。牛院徳川です。前回ですね、開封しましたこのオーディオテクニカのデジタルワイヤレスマイクロフォンシステム、システム10のですね、ATW1701/L なんですけども、やっとですねこの充電が完了したので、今回はですね、実際にこのカメラにこうねマウントしてみてですね、でまあうまくいけばこう音をね聞いていただけるところまで、行ってみようかなと思います。こちらがですね、これねちょっとあれですけど、前回開封した、セットになりますね。この ATW1701 にはですね、こういうねオーディオのケーブルが2つついてましてですね、このキャノンのタイプと普通の、ステレオミニプラグのタイプとね、まあ、今回はですねカメラに直接つなぐ方向でね、こっちですね、ステレオミニプラグの方を使っていきたいと思います。このレシーバーにですねカメラマウントをひっつけると、こう刺すだけこれでええのっていう感じなんですけど、うん、まあしっかり止まってますわ。このレシーバーをこんな感じですね。はい、こんな感じですね。このレシーバーですね、こっちとこっちにアウトプットが2つあるんですけども、片っぽはねヘッドホンでモニターする用のアウトプットなんで、カメラに接続するときはこっちです。このこっち側ね、でカメラのマイク入力に入れると。OK です。トランスミッターにマイクを、はい、あ、そうそう、このマイクね、ついてたなんかペラペラのスポンジ一応ここに貼っ付けました。スポンジ一応これ貼っ付けました、これね。はい、トランスミッターのここにこの変な変わったピンを刺すんですけども、これね、調べたんですけど、広瀬の4ピンっていうコネクタらしいですね。なんかこうムキムキできるんですよね。こう大人になるっていうか、こうムキっていう感じですね。はい、何を言うとんねん。この4ピンをね、この方向を合わせるのがちょっとね怖いですよね。難しいんですよね。こうね、これ方向が、ああはまった。はい、できました。こんな感じですね。できましたね。でこのマイクをこう服の下からこう入れて出してきて、こう襟につけると。こんな感じね。こんな感じにつけますよと。でレシーバーのスイッチを入れます。お、光った。緑色に光ってます。モニターもこれなんかつきましたね。ついた、1ってなってますね。これで OK なのかな。ペアついてんね、これだ、大丈夫か。あ、は、は、これちょっとあれやね、ヘッドホンいるね。自分で聞こえへんから何とも言われへん。もしもーし。うわ、羽織ってる。あー、羽織ってる。何。あ、そうか。こっちや、こうやからか。俺が聞いてるからか、これ。あ、テス。あー、ちょっとだけディレイやるんかな。うん。ショートディレイがかかってるような。なるほど。ちょっとこれレベルが高くて、今羽織ってたのはこのヘッドホンとマイクが近かったからね。はい。こんな感じです。どうでしょう？音質の方、いかがでしょうか？テス。マイクチェック。牛院徳川です。どうもこんにちは、牛院徳川です。ただいま、オーディオテクニカシステム10 ATW1701/L、セットで、音声を収録しております。いかがでしょうか？ちょっと丸い感じに聞こえるんですけどね。まあ、これ、こう、ヘッドホンで、ケーブル型取ったよね。今、こう、直接こう、ヘッドホンでモニターしてる音だけで言えば、なんかちょっとこう、丸い感じに聞こえるんですけども、どんな感じなんでしょうね。うん。前のソニーの ECM-AW4 よりは、あんまりこう、レイテンシーもない感じですね。すごい。ほんで、まあ、クリアじゃないですか。うん。すごいクリアに聞こえる。ワイヤレスやからね、これ。こことここは、ワイヤレスですからね、これ。いいじゃないですか。さすがですね。さすが5万円するだけのことはありますよ、これ。これをね、こう、ケツにこう、刺しとけばいいわけよね。よし。多少こう、なんていうかな、こう、肺の抜けが
あんまり良くないような気もせんでもないけど、こっち向きでええんかなっていう感じなんですけどね。これ無指向性やから、まあ別にええんやね、これどっち向きでも。ではこれで、ダイナミックレンジですね、どんな感じかなっていうね、ちっちゃい声から、ね、ちっちゃい声から、はいね、あんまり大きな声で喋ってもね、これ近所迷惑なんで、はい、ちっちゃい声からだんだん大きくしていって、だんだん大きくして、おはようございます、おはようございます、ギュイーン徳川でーす。皆さん元気ですか？どう？声歪みました？大丈夫？うん、歪まへんね、歪まへんよね、これいい、結構これいいじゃないですか。うん、すごいすごい。うん、おはようございます。あ、これこの辺かな、この辺かな。はい、あ、まあこんな感じですよ、こんな感じね。はい、どうですかね、ちょっとね、深夜になってしまったんですけども、だいたいカメラとの距離が、まあ、30から40メートルぐらいは離れてると思うんですね。でこんな感じで歩いてきてみてるんですけども、いかがでしょうか、声の入りとかね、クリアに聞こえてたらいいんですけどね。うん、まあ深夜ということもあってね、あまり車も走ってないんであれなんですけど、この外のノイズとかのね、入り具合とか、どの辺まで音入るんかなって、このここでやったら結構バチバチ言うと思うんですけど、この辺の音とかね、入るのかなとか、どんな感じでしょうね。はい、まあこれからね、もっともっとね、外部のレコーダーにね、キャノンケーブルの方でつないだ時の音の感じとかね、そういうのも引き続き出していけたらいいなと思っております。うん、約束はできないですけどね、サボり癖のある僕のことですから約束はしないですけども、まあとりあえず今回でね、一回区切ろうかなと思います。はい、というわけで、オーディオテクニカシステム10 ATW1701/L のレビューでした。またお会いしましょう。ユインとクロでした。バイバイ。お疲れ様でございました。最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、なかなかいい買い物できたと思いますけど、いかがでしょうかね。うん、すごい音もクリアやしね、レイテンシーも少ないし、うん、まあちょっと間に障害物があったら、まあ、結構プチプチ音が切れたりとかすることもあるみたいですね。まああと音質なんですけども、まあ肺の抜けがちょっと悪いような気がすると動画の中で言うてますけどもね、まあそれもこうね、つける位置によってまただいぶ変わってくるんちゃうかなと思ってます。うん、まあね、あとはシステムによってですね、まあ、マイクを変えたりとかですね、まあいろいろこれから幅が広がっていきそうな気もするし、まあよかったらもう一台買ってね、対談で2人に1個ずつつけてもらうというような使い方もできそうだと、そういうふうに思ってます。まあ、これからまたいろいろいろんな使い方していこうと思うんで、まあ質問等あればね、どしどしコメント書いていただいたら、答えれる範囲で答えていきたいと思いますんで、はい、またよろしくお願いします。